バッキングなしでつまびくような一人遊びに超最適。試し引き。こんにちは、山口和也です。今日もギターライフが少しでも豊かになるよう情報を発信していきます。動画を出すために激売れするブランドとして定着した感のあるフルアンマですけれども、リバーブ、プリアンプと紹介してきましたら、欲しくなってくるのはディレイですよね。バンド演奏でのギターソロはもちろん、自宅で一人で弾くときにもディレイがあると気持ちいいんですよね。世界観を作れるというか、没入できるというか、まあエツに入って何時間も弾いちゃうわけです。で、こちら単体のディレイももちろんあるんですが、今日ご紹介するのはこちら、FS22 エコーバーブです。これはディレイとリバーブを一緒にしたようなペダルですね。さっき言ったような世界観を作るときは、多くの場合ディレイとリバーブを一緒にかけたりします。その2つが一緒に入っているペダルというのはとてもありがたいわけなんです。このペダルの中にはディレイとリバーブそれぞれ3種類ずつ6種類のエフェクトが入っていて、3タイプのペアで使うことができます。タイプスイッチで切り替えることができて、ポジション1はリバースディレイとスウェルリバーブ。これはもう逆再生するリバースディレイが最強ですね。地味編弾きたくなる感じです。リバーブはホールのような癖がなく使いやすいタイプです。ポジション2はリアルエコーとモッドリバーブ。丸く甘い音色のエコーと華やかなリバーブの組み合わせが最高です。これだけでマテウス・アサトごっこができちゃいます。バッキングなしでつまびくような一人遊びに超最適。まあめちゃ現代的な感じがして雰囲気出ます。で、ポジション3はアナログディレイとシマーリバーブ。癖のないリピートのアナログディレイとシンセサイザーのような響きを混じるきらびやかなシマーリバーブです。アルペジオや白玉コードバッキングなどで使いたくなるペアですね。こちら基本的にはペアで使うペダルですけれども、もちろんそれぞれのレベルを下げれば単体で使用することができるんで、マルチ空間系としても使えます。ではそれぞれのサウンドを聞いてみてください。ちなみに歪みは FS06 のプリアンプで作っています。ではどうぞ。
いかがだったでしょうか。サウンドのクオリティは以前ご紹介した FS02 リバーブと同じくクリアできめ細かいクオリティの高いものでした。加えて組み合わせがとても音楽的でしたよね。あまりセッティングを煮詰めなくてもいい感じになっちゃいます。簡単に単体ペダルでここまで持っていけるのは素晴らしいですよね。タップスイッチ、ディレイ音も保持できるホールド機能もあるのでライブパフォーマンスにも強いです。ただディレイとリバーブのエフェクトの組み合わせは自由にできるとより良かったですよね。まあそこまでこだわるならリバーブとディレイそれぞれ単体で持つ方がいいかもしれません。そのあたりは好みで選びましょう。ということでご紹介してきましたが、気になった方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。ご参考になりましたでしょうか。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、シェア、全部まとめてよろしくお願いします。ということで今日もご視聴ありがとうございました。ではね、またね、バイバーイ。